原宿です。お寿司です。アリッチャーリアは第4回。お、もう4回4回ですよ。やったどうですか？最高です。空っぽだな。いや、あのね、今日ちょっと皆さんにお伝えしたいことがありまして。おー、何ですか？ようやく、あのこのアリッチャーリアは、ジングルがついに完成しました。もうやっぱジングルなかったら、まあ、ラジオといえばジングルみたいなところもあるじゃないですか、なんでもう4回目にしてようやくジングルが間に合いまっちゃって、全然間に合ってないからね。もうこれを皆さんも楽しみにしてると思うんで、はい、ちょっとまずは聞こう、聞いていただこうかと思います。ほうほう。じゃあアリッチャーリアワーのジングル言っていいですか？どんな感じで言えるんですか？もう少し後にします。いや、ここまで来たら聞かせてくださいよ。わかりました。アリッチャーリアは始まります。アリチャーアリアワ。いや、どうですかこれ。ハト飛んでたね。ハトかどうかはちょっとわかんないんですけど。なんだろう。なんかこうふわふわ、あ、ありっちゃありの世界を。ふんわりみたいな自然の中、せせらぎ、木漏れ日、すごいいいと思う。鳥のさえずりみたいな。なんか日本昔話の感じだよねこれ。まあなんかそうですね。なんかすごい攻撃的でこうガツガツ行くぞっていうよりは、まあ、僕らも結構な。ね、ロートルなんで、妙齢なんで、妙齢なんで、まあちょっとふんわりこう受け止めるみたいな感じで、そういう意味合いだ。このジングル、デレデデレデレ、アリチャアリアワ、もう完全にね、外人も誰なんだ。まあこれアルファ君にね、アルファ君が作ってもらったんですけど、才能あるな。まあこれで来週からずっとやっていくんで。なんかやっぱそういう音楽があったらちょっとねぽくなるよね。始まるぞみたいな感じがようやく生まれたじゃないですか。まあ今まで結構スッて始まってたんですけど、ちょっと襟を正す時間が、あ、始まるなーみたいな感じの。そんな人いないと思うけど。心構えができる時間が生まれたんで。いや、すごく、まあ、来週からこれを冒頭流して嬉しい始めますんで。そうなんですよ、というわけなんですけど、まあ、ところでほうちょっとまあ、ありますか？個人的な話になっちゃうんですけど、35歳になりました。お私、原宿ついに35です。アラフォーじゃん。アラフォーに入ったってことだよね。アラフォーに一歩踏み始めたしましたけど、いや、35ってね、すごくないですか？やっちまったよね。大失敗だよね。35にまさか自分がなるとはもう思いもよらなかった。思わなかっただろうね、小学校ぐらいの時は。もう小学校の頃って35なんか眼中になかったですか？眼中なかった。眼中、もう自分の周りの人で35歳の人なんかいないでしょ。まあ、親ぐらい。親ってね、子供の小学校の時35ぐらいだった。35とか、まあ、35から40ぐらいじゃないですか、大体。18歳とかの時に、35とかだと20、まあ、4とかに、20、小1だったら、まあまあまあ、26とかですかね。に産んだ子供ってこと。いや、やばいなぁ。35、35の有名人誰でいるかってちょっと調べてみたんですよ。まあ、僕は1981年生まれなんですけど、僕は、その81年生まれの有名人って誰がいるのかなと思って。ないでしょ、一人もいないでしょ。一人もいないこと。一人もいない年あったら逆にすごくない？狭間の年。一人も有名人いない年あったらすごい。すごい、ね、その年何があったんだっていう、もう逆に事件になっちゃう。例えばですけど、パリス・ヒルトン。おお、ヒルトン、パリス・ヒルトン35なの。ホテル王の娘です。ねえ、最近あんま名前聞かないけどな。で、小野真由美。ああ、いいじゃん、かわいいじゃん。かわいい。岩隈ね。ああ、岩隈かっこいいよね。あと小泉進次郎。あ、いい、すごいいいじゃん。
及川なお。ああ、俺もうベストオブ、お世話になりましたよね。うん、あとトゥーリオ。トゥーリオ久しぶりに聞いた。サッカーの、うん、サッカーのね。あとナタリー・ポートマン。ナタリー・ポートマン35なんだ。スター・ウォーズのアミララとか、まあ、レオンとか ね、 レオンね出てた人。柴崎コウ。ああ。あとモームスのナッチ。ああ、ナッチ。まあ、あと足立由美ね。おお、うん、みんなボブボブの髪型してるやつな感じがするけど、たまたま今の2人連続だっただけだけど、あと内山くん、あっぱれさんま大先生、内山くん35ですから同い年だったんだ。そうそう、これ見る限りちょっと1個思ったんですけど、うん、1回ピーク超えとる失礼だな確かに確かに1回その絶頂を迎えて、うん、最近まあまあ、なんかマイペースで何かやってますみたいな確かにね感じ、うん、芸能界においてはそうかもしれない。じゃあ、え、一回ピークあったんだってそうだ、ピークあったやつらだよね。俺とか別にないから一般人ですから今のとこピーク、人生のピーク何だったかなみたいな特にないんですよ、別に思い出とかも。そっか、だからなんかもう35ってそういう年なんだなみたいな。基本的にはもうみんなピークを一回なんか、まあ、大事件があって、うん、なんかすごいこう稼ぎ時じゃーいみたいなのがあってなんのかな、ちょっと落ち着きました今はっていうのがっていうのが35なんだと思った時に、うん、と思ってもうそんな感じかっていう。そうだよね、その、うん、高く飛んだジャンプの、うん、そんな状態でだんだん下がっていっているっていう、うんうん、いやだからそんなやつあのラジオを聞く人がいるのかないやいるよ、今からピークを迎えようよ35で芸能人はさ若い、まあ、芸能人っていうと比べちゃうとまたね、そう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 、スポーツ選手とかと比べちゃうと、うん、まあ、当然若い時にピークがあるのは当たり前なんでね、うん、いやだってもう一般的な普通の人は、うん、多分41でしょ、ピーク自分たちに都合のいい年齢設定にしてる41にさせてくれよ、それは、まあ、41ピークだったらまだ頑張れるから、ね、だってさ、あの、うん、バナナマンのさ、バナナマン設楽さんとか、あ、設楽さんとかって、うん、今40代の、まあそうね、前半ぐらいじゃないですか。そうですね、で今一番忙しいぐらいじゃない。確かに、あんな若い時多分さ、まあ、うん、みんな面白いって言われそうだろうけど、うん、ピークではない。ピークではないだろうね、うん、まあ確かに芸人さんとかは意外と40から売れるみたいなのは多いですよね、うん、ブラマヨさんとかもそうですから、そうそう、だいたい40ぐらいだよね今売れてる人たちって、うん、そう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 、今一番脂乗ってるのはだいたい40代ですもんね。だから大丈夫、35は大丈夫これからこれからこれからこのそうしてくれ、俺37だから。確かにまだでも36だからあんま変わんない、うん、まあでもそうね、まあこれからピークがあるっていうことを強く信じたら、うん、もう一回頑張れるんじゃないかと。でも35って結構やっぱとにかく、うん、アラフォーに入ったっていうことが結構そうだってでかいでしょ。でかい。小学校時代の僕の中1の先生が28とかでしたからね。うん、さっき、うん、それ考えたら35ってすごいな。だいぶ年上だよね。で逆になんで28のやつが俺たち怒ってたんだよみたいなそれすげえ思うよね。ふざけんね、お前だって未完成だろまだみたいな。わかるけど、なんか今になってちょっと腹が立ってきました。あんなに怒られることあるみたいな。そんな怒られてた。お前がそんなこと言う資格あるみたいな。27、8のやつとかが偉そうになんかふんぞり返ってさ、そうなんだよ、気づかないんだよその時は。そう、その時気づかなかったけど今になったらちょっとね、ねえ、もう僕今の年齢でも小学生に対してそんな上から目線で言えることなんかないですもんごめんね、なんだごめんねですもん。むしろ。いやなんかその小学生に対する第一声。それも性犯罪者のやり口じゃん。いやでもなんかごめんねみたいな。何がごめんな。ここちょっと静かにしなきゃいけないんだみたいな。注意するときに。そうそうそう。うるさいとかじゃないですか。
それでも正しいんじゃないの、うん、うるさいって言ってるやつダメだよね多分。いやなんかもっとそんな27、8のやつに俺ら頭ごなしに言われてたのかみたいなこと思うと、うん、ちょっとね釈然としなくなってきましたね。分かるね。俺大あの、うん、バイトをしてた時さ、うん、高校入ってすぐバイトし始めたんだけど、うん、だ16歳の時、うん、で20歳ぐらいの先輩方がいたのよ、うん、はいはいはい、まあ大学生とかぐらいの、確かにね、めっちゃ大人だと思ってたの26歳が、いや違う20歳、20歳が20歳、だから16歳から見たらもう高校卒業してる時点ですげえ大人じゃん。まあ確かにね。でなんかもう20歳になるわ俺っつって成人式だわみたいな話をしてて、はい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 、うわマジっすかっつって先輩、うん、やばいっすねやばいっすねって思ってたんだけど、うん、クソ年下じゃん今考えたらやばいぐらい未熟だろやばいぐらい未熟でしょやばいぐらい未熟なの、うん、20歳って20歳やばい、20歳になる前だからね、しかも19とかだから、ね、うん、そうそうそう、それがほんとクソ偉そうにめちゃくちゃもう、うん、あれあれこれあれなんとか買ってこいとかいう感じで走られてて、うんうんうん、あいつらほんとに子供だったんだなって、ね、いやーもうすごいよね、うん、そんなやつらに偉そうにされてたんだみたいな、うんうん、今にして怒りが湧いてくる何してやろうあいつ、いやでもその20をはるかに超えた35っていう地点に来てるっていうこの衝撃的な事実ですよ、ね、なんかもうもはや35ってちょっと相手にしてなかったっていうか、うん、人間として見てなかった、自分の観測範囲にいなかったからね35の人間は、冥王星みたいな感じだよね。いやなんなら店長だもんね、店長より上じゃない、店長オーナーだよ、オーナー本当そう店長って29とかだったもん、そう居酒屋のオーナーそんぐらいだもん、うん、35から40ぐらい、いやマジそうだよ、いや俺オーナーの年なんだみたいな、オーナーオーナーだよすごいよね、聞いてる人って結構10代の人とか多いのかな、まあもうこれ見てる人は若い人もいると思うんで、うん、まあ、だから20歳以下の人もいるんじゃないですか、もしかしたらオーナーが2人喋ってるオーナーのラジオ聞いてるのラジオ聞いてる、つまんねえな何の関心もないわもうそっかオーナーラジオ、そう考えたらちょっともうやる意味を見失ってきましたいいじゃんもうしょうがないよそれは。35になって思うことなんですけど、うん、ゲーム意外とやんねえっていう、おお、なんかそうなんだ、子供の頃の僕の夢って、うん、やっぱもっとファミコンする時間欲しいなっていう、もっともっともっとやってたかった、とずっとやってたいから、うん、もう大人になったらもう何もしないでファミコンだけずっとやりたいなみたいなことをすげえ真剣に考えてたんですけど、でそれで20年ぐらい経って今35歳になった時に、うんうん、そんなにやりたくないんですよ、うん、正直ゲームそんなんでもないみたいな、おお、そうなんだ、いやもう なんだろう、なんでだろう、飽きちゃった、飽きちゃったんじゃない、やってない、全然やんない、携帯ゲームやってない、携帯も一応どんなんあるかなみたいな、あ、チェックしてんだ、チェックはしてるけどハマるっていうことはまずないね、それ意外だな結構、いやー俺めちゃめちゃゲーム好きだったんだけど、なんでだ、飽きちゃ、本当に飽きちゃったの、なんかねしんどい、しんどい、まずなんで俺こんなにいっぱい時間かけてレベル上げてんだろうとかいうふうに思う、うん、特にしんどいのが、うん、まあ今結構流星なんですけど、うん、オープンワールドっていう、うん、ゲーム、うん、まあグランドセフトオートとか、うん、全く全部わかんないんだけどまあなんかそういう自由度が高いゲームが最近流行りなんですよ、うんうんうん、あ、目的がない、ね、広大なマップがあってそこにいろんなキャラクターがいて、うんうん、自分はどこ行ってもいい、あ、何してもいいみたいな、なんかね攻撃、敵を攻撃して、うんうん、その敵のアイテム奪って売ったりしてもいいし、うんうん、なんか貿易みたいなことしてもいいし、すげえじゃん、もうでもそこは社会みたいな感じなんだ、もう社会ですね、オープンワールド系のなんかゲームっていう、
フォールアウトとかもそうですし、バーチャル、バーチャル世界だ。そう、それがね、ただただしんどくそれやんなくていいよ、そしたらそれはだって選択肢がまず多すぎ。あ、わかる、あ、すっげえわかる、それ決めなきゃいけないし、しかも何にしてもいいっすって言われてる状態で、あの、サガってそういう感じじゃないの？あ、確かに、そうそう、フリースシナリオみたいな感じだからね。俺サガってあんまやったことないんだけど、うん、あの、俺多分ドラクエ派だなと思うんだよね。ドラクエとか FF はまあ一本道のストーリーがあって、まあその中でレベル上げとかはいろいろあるけども、基本的にはストーリーに沿っていくっていう形じゃないですか。でもまあサガとかそのオープンワールドのゲームはまずどこ行きますか。どこでもいいの？どこでもいい、本当にどこでもいい。行った先で話が始まるから、まあなんか多少そのちょっとしたメインシナリオみたいのはもちろんあるんですけど、別にそこに沿う必要はなくて、自由に自由に探検してなんか見つけてストーリー始まってみたいな。じゃあそれをあえてやらないっていうのも一つの楽しみ。そう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 、だそこのに放り込まれた時に、なんかわあ面白いっていうよりも、あーめんどくせえ。じゃあやんなよ。いいよやんなくて。やることありすぎーっていうのがまず先に立っちゃうんですよ。ああ、それはゲームの種類を変えればいいだけの話じゃん。それがね、やっぱ年齢なんじゃないかなって。35になったら。35だからそう思っちゃうんじゃないかな。ああ、これ大人になったというあれなんじゃないかな。いやだからゲームももうやんないんですよね。俺は逆にゲームめっちゃやりたいの。うん、やりたい。うん、ただ自制してる。自制してる。あのやり始めたら本当にずっとやっちゃうから、うん、もう仕事にならなくなるから、うん、あのもうやらないようにしてて、うん、なんかノリで PSP 何年か2年ぐらい前に買ったんだけど、うん、なんかやりたいソフトがあってね、はいはい、なんだったっけな、でなんとかソウルサク、あ、ソウルサクリファイスかな、うん、なんかそれを買った、うんうん、嫁と二人で、うん、やろうと。でもこれ開けてやりだしたらもうすげえ止まんないと思ったから、一回仕事が一段落するまで封印しようと思って、ずっと未だに置いてある。え、未だに？だから PSP 買ったけど、一回もやってない。え？やばくない？それ大人だなと思ったな、さすがに。いや、もうできるでしょ。いや、もう本当に今もやる時間ない。しやったらもうダメなの。終わる。これは本当になんかね、もう何も見えなくなって、うん、そればっか考えちゃう。うわあ。桃鉄やってる時もずっとそればっか考え、うん、あ、もうあそこ早く買いてえなとか思いながら。いつも早い。いつもいつもすぐ買いちゃうから。うん、あ、もっと高いところ。高いところだから。2億円ぐらい。そうそうそう。とりあえず千葉あたりの、うん、まあ千葉のね、あの。まあ、ディズニーリゾート系を買うのは先の話だから、うん、もうちょっと前の、はい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 、ビル、ね、ビルあたりを買いたいなとか思ってたら、うん、もうそう、もう震えてくるのよ、手が震えてくるの、震えて、もう絵描いてる時に手がだんだん買いたい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 2億のビル買いたい買いたい、増築したい増築したいっていうので、うん、もうあーもう、うん、全然面白くないけどやめたっつって、うん、つまんない漫画書いて提出してゲームやっちゃうの。うわぁ、やばいじゃん。そうそう、だから本当はそれで封印してて。わぁ、もうじゃあ息抜きになってないんだ。息抜きは息抜きはめっちゃ楽しいから、うん、ただでもそれがメインになっちゃって、うん、何も人生がそれだけになるから。ああ、やめてるんだ。今年あたり、桃鉄メインっていう。ああ、でもそあえてメインに行くらいの感じも面白いかもしれない。それでもさ、思うけど一生それがメインになることないんじゃないかなって、この年になったら。ゲームだってこと？ゲーム、その桃鉄やりたいみたいなやつ、欲が、うん、だってね、大人になったら嫁もいるし子供もいるし、うん、仕事もあるしってなった時 に、ね、タイミングないよ。その時に桃鉄の2億のビル買いたいって思いながらずっと子育てしてるやつとかめちゃめちゃやばいじゃん。そうかな。もうこのタイミングでないできないってことは、うん、だからジジイになったって。そうそう、次できるとしたら子供が独り立ちして、うん、もうあーなんか
やることねえなみたいな感じになった時でしょ、うん、そう65とか60とか65とか、そうそう、その時に桃鉄やるかねっていうやるでしょ桃鉄のだからシルバータイプの桃鉄、その時に桃鉄やるんならもう そうだね。いや俺もうその欲だけはねなくさないでいてほしいわ俺30年うん、あでそれが楽しくなかったらもう何が楽しいか分かんないもん、うん、確かにその時に俺たちあの僕らの頃のおじいちゃんとかは、うん、ゲートボールだったじゃないですか、うんうん、ゲートボールそんなまんまなベタなあと30年後の俺たちがシルバー世代になった時は、うん、桃鉄っていうのが桃鉄はもうジジイの遊びみたいなのが、うん、そうそうそう、うん、桃鉄やるぞコントのジジイみたいなはいババアが来ちゃった、ババアがみんな4人で桃鉄めっちゃ楽しいじゃんいや、えげつなそうだしね、買い方とか、ジジイので時間もめちゃくちゃあるから、99年も余裕でできちゃう、余裕余裕そうか、そういう時代になるかもしれないですね、うん、いや、なるよ、なるよ、ね、だから僕ら今ゲームできてないけど、うん、もしかしたらあと30年後に僕らが再びゲームにドハマりする時代が来る、うんうん、来る来る、あーなるほどね、その時のためにみんなちょっとなんかさ、うん、余力を残しとこうよ、確かに、うん、今あえてじゃあ置き芸しとく、置き芸あだけど、うん、ちょっとやっといて触れとかないと、なるほど、あの操作方法が分かんなくなっちゃうから、確かにね、うん、ああそうかも、確かにそれはあるな、あと30年後に来ますね、来るよゲームブームが、ゲームブームね、若い世代は無視した、無視して俺たちのが一番楽しかった時期のゲームをやろうみたいな感じになってる、うんうんうん、まあ、あと30年後に僕らはゲームをもう一回やりたい、うん、欲望だよそれはっていうのは、うん、ありっちゃありっていうことで何でも何でもいけんなこれ、うん、ありっちゃありでしょ、これというわけでちょっとね何の話だかよく分かんなくなりましたけど、うん、今回はこの辺でということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。